氷上の旋律羽生の未来へ向けた決意こんにちはフィギュアスケート愛好者の皆さんフィギュアスケートは単なるスポーツではなくまさに芸術そのもの羽生選手がその象徴であり彼の演技は心を揺さぶるまさに奇跡の瞬間ですしかし今フィギュアスケート界には彼が背負っている深刻な課題が存在しますこの記事ではフィギュアスケートの未来について 羽生選手を中心に競技会の様々な側面を探っていきます。あなたのフィギュア愛を再燃させるための情報を詰め込んでお届けします。迫りくる危機、有料化と競技存続の狭間。フィギュアスケート界では、今や競技を見るために高額な有料チケットが必要な状況が状態化しつつあります。地上波のテレビ放送は減少し、競技を楽しむための門戸がどんどん狭まっているのです。 これがフィギュアスケートにとってどれほどの危機を招くか、羽生選手も含めた多くの選手たちは強く懸念しています。例えば、ロシアのペアスケーター、アレクサンドラ・ボイコワとドミトリー・コズロフスキーも有料化の問題を声高に批判しています。彼らはフィギュアスケートが他のスポーツに比べて遅れを取っており、このままでは競技がさらにマイナー化するリスクが高いと指摘しています。特に、 オリンピックやグランプリファイナルなどの大規模な大会以外ではフィギュアスケートの観客は減少の一途をたどりつつあります羽生が自身の競技人生において何度も直面したプレッシャーはただ技術的な問題だけではなくこうしたフィギュアスケート全体が持つ危機感にも関連しています彼はたびたびインタビューでフィギュアスケートの未来を救うために何ができるかという問いを投げかけています彼のこの言葉には 深い使命感とフィギュアスケートに対する愛情が込められておりその言葉が一層重みを増しています採点制度の課題不透明な審査と AI 技術の遅れフィギュアスケートの採点制度もまた競技会の大きな課題の一つですサッカーや体操などの多競技は AI 技術を取り入れて客観的な審査が進んでいる中フィギュアスケートは未だに主観的な判定に依存しています このため、選手の技術や芸術性に対して公正な評価がなされず、ジャッジのばらつきが目立つのです。例えば、羽生選手が過去に経験したように、彼のパフォーマンスが時に過小評価されることがありました。それは彼の技術の完成度や演技力が正当に評価されなかったケースが少かなからずあったからです。また、 特定の選手に対して不必要に厳しい評価が下されることもあり、この点は多くのフィギュアファンが不満を抱いている部分です。しかし、羽生選手はこのような不公正な状況の中でも決してくじけることなく、フィギュアスケートの美しさを追求し続けています。彼はその姿勢で世界中のファンに感動を与え続けており、彼の存在がフィギュアスケート界にとっていかに重要かを再認識させられます。 新世代の挑戦者たち、フィギュアスケートの未来を支える若き力羽生というレジェンドが光り輝く中次の世代のスケーターたちもまた競技界を牽引する存在として注目されています特に三浦佳生選手はフィギュアスケートの将来に対して強い危機感を抱いておりインタビューで競技の存続が危ういと何度も語っています彼ののような若い世代のスケータータたちは、 競技の未来を守るために奮闘しています彼らの挑戦はフィギュアスケートがこれからどのように発展していくかを決定する重要な要素となります羽生が次世代に伝えるメッセージもまた彼らにとって大きなインスピレーションとなり競技の新たな未来を切り開く力となっているのですフィギュアスケートの未来ファンと共に作る新しい時代羽生選手のようなスーパースターは フィギュアスケート界においてその存在だけで観客を魅了し競技の魅力を広げてきましたしかし彼一人の力では競技全体を救うことはできません今こそファン一人一人がフィギュアスケートの未来に対して貢献できる時ですあなたの応援が競技の存続を支え新たなスケーターたちに希望を与えるのです羽生選手をはじめとするフィギュアスケーターたちは 表情でそのすすべてててををかけけパフォーマンスを続けています彼らが未来に向けてフィギュアスケートの輝きを保ち続けるために私たちファンもその挑戦を支え続けましょう今後も羽生選手のようなスケーターたちが表情で輝く姿を見届けるためにそしてフィギュアスケートがこれからも愛され続けるために私たちの情熱を注ぎ続けましょう終わりに羽生の挑戦は続きます そしてフィギュアスケートの未来もまた私たちの手にかかっていますあなたが心から応援し続けることでこの美しいスポーツはさらなる高みへと進んでいくでしょう羽生選手の情熱と努力に応えるためにもこれからも彼らの歩む道を共に支え未来を共に作り上げましょうフィギュアスケートの輝きが永遠に続くようにあなたの声と情熱を届けてください